行きますよ! Fight!
来ては帰れませんよ。父の危機を黙って見ていられるほどエリスは大人ではなかった。父と共に結社を叩き潰すために立ち上がった少女。透明な風が大部会を制し、野望の渦は消え去るのであった。